日本にとって酒類の最大の輸出先である中国で九州、沖縄の7県が焼酎や泡盛を PR しました。こちら熊本県のブースでは中国のスーパーでも一般に販売されているブランドとまだですね一般に出回っていないブランドを紹介しています。北京の日本料理店では28日、九州、沖縄各県の焼酎や泡盛が振る舞われました。中国は酒類の最大の輸出国ですが、焼酎の輸出額は全体の 2% にとどまっています。因为我本身就爱喝酒，然后就是喝清酒比较多，烧酒第一次喝。主催者は認知度を高め、今後の市場拡大につなげたいとしています。